燃えてるねー。双子ゲット。太陽虫取ってくるかな。ではね、攻略をしていきましょう。この先ね、なかなかしんどいんですよね。まあね、回収するほどのアイテムもなさそうな気がするんですけど、ここね。呪術はあった気がするけど、魔術ってなかったような気がする。タコ中や。この先だよ。いつもならこれね、ゴリ押しできるんだけど、どうだろう。来た。危ない。なかなか火力が強いからね、一瞬無理しただけでこれやばいよ。ほら危ない。まだ死んでないのか。ああよしよし。じゃあちょっと太陽虫を回収してこよう。背後から撃たれてもいいようにジグザグに走る。あそこにヤバいやつがいる。危ない。マジか。
eyes are heavy. I've done it. ねえ、セリフ出てる間ね、エス飲めないんだよな。やべ、死んだ。お、当たった。言い過ぎだろう。よし、回収。なかなかね、強いですよ、NPC、さすが。ゲット。さあね、ボスを倒してね、次のエリアに行きましょう。サクッと倒しましょう。いけるかな。さあ、服脱いでいこうかな、これな。ダッシュ力が肝心だからな。はい。うわ、ガリガリだよな、これな、本当に。亡者になったら。悲しい。趣向が凝らしてあるところがね、ダークソウルのボスはいいですね。
ゃあ次は右に行こうか。勝ちだから、勝ち確だから。次はね、巨人墓地ですかね。行ってみましょうか。愚か者がお主などが不死の英雄であるはずもないとか言われましたけど。最初はあいつ応援してくれないのかな、フラムと。途中からなんか頑張れてくれること言ってくれたような気がするけど。やばい、強いな。これってもしかしてこれよりも何かいい武器なかった？あー、邪剣のグラブ分解してなかった。まあいいか、復活しとこう。指輪を取ってきてんだよな。始めに行こう。お前死んでなかったのか。
なんだ。あそこだった。もうちょっと、ちょっとした操作のミスで死ねる。それがダークソウル。なんてことでしょう。ソウルを回収してきたい。どっかこの辺で落としたんじゃないか。よし、うわー、ちょっと強靭がある装備で挑まないとなかなかむずいんじゃないか、これ。よし、強靭勝ちできる。前らの刀テーブルはひるまないってことだ。お、空あるの鎧すごい。あいつら殺してくよ。ネクロマンサーを倒したからいけるっしょ。あ、でも次のネクロマンサーいるんだ。危ない。また操作は危なかった。いた。ああ、なんですか。本当にここ真面目に攻略すると難しいね。
随分マップを覚えてきたよ。もうこっちじゃない。え、こっちじゃない。こっちか。こっちじゃない。あれ、なんかすごく戻ってきたぞ。あれで、こっちじゃないっけ。こっちじゃないっけ。あ、こっちか。ん？こっちか。あそこが隠し鏡で。はあ、危なかった。生き返って注ぎ道を、これで最近進める。太陽戦士の鎧いいな、強靭高いな。この下地獄だな、いつ見ても。リロイ先に行け。え、落ちろ、落ちるよ。ちょっとまあいいわ、お前。
大で倒す。え、弱いな。どんどん行こう。この先あの奇跡の女の人なんだっけ、ルネ様だっけ、あの人のイベントやる必要もないしな。いや、やる必要はないとね、やっといた方がいいのかな。念のためパッチイベントやってみるかな。ビヨーンで追尾するソウルの塊して。危ねえ。よし、こいつら何も落とさないんだっけ。まあいい。 I'm something here. I think. そっか。よし、人間性7個もらったらいいだろう。